送りたいです。送りたいね。はい。いくら送りたいですか？50万です。10万。50万です。50万。送金に来た女性が取り出したのは大量の1万円札。その4日後。お金送りますか？はい。いくら送りたいですか？55万です。55万円ですね。はい、もうちょっと待ってください。短期間に合わせて105万円の送金。そんなお金どこからいますか？友達から借ります。まあ、自分で自分で貯めて。さまざまな事情を抱えた外国人が訪れる海外送金所。コロナ禍の今、何を思い送金するのか。覗き見、覗き見。大阪南大の海外送金所、兄弟レミッタンス。ここでは150を超える国や地域にお金を送ることができる。外国人には在留カードの提出を義務付けるなど、犯罪防止のためのチェック体制が取られている。母国に1万円を送金したこの男性。来日14年目、ホテルのフロントマンとして働くネパール人だ。今回はお友達、はい、とりあえず使って。ダサインやからということで。ダサインとは、毎年10月頃に行われるネパール最大級のお祭りで、日本でいう正月のようなもの。祭りに必要な服や食材を買う資金を送るネパール人が多い。もう最近もうすぐネパールの大きいお祭り、はい、あれからはい、ダサイ。そんなネパールへ送金する人に向けたキャンペーンが。キャンペーン期間中、毎週2人に送金額の2倍、最大では8倍がキャッシュバックされるチャンスがある。送ったお金が倍になって返ってくる。そんな幸運を手に入れる客は現れるのだろうか。カレー店を経営するネパール人男性。この自分 の子供さんも向こういますから、勉強のためとか使える。お子さんはネパール。そうです。息子の教育費用などとして47万円をネパールへ送金した。で、飲食店って飲食店はコロナで大変じゃなかったの？ね、どうでした？もう大変は大変けどね、でもなんとか頑張ってますから。この男性もネパールへ5000円を送金。どちらでサイン？友達がなんかスポーツのクラブがちょっと作りたいと言われましたので、バリボールスポーツ。バレーボール。バレーボール、はい。のチーム。ネパールで人気のバレーボール。なんかあれ、子供たちが使うバレーコートを作るためのお金だ。言われましたので、はい、政府からもちゃんとあれなんかもらっていますけれども、ちょっと足りなくて、私 の実家の近くだから、じゃあそれは自分もちょっと助けたいという気持ちがあって、はい、それしたんです。すごい。そしてついに幸運の持ち主が現れた。ネパール人のサプコタ。両親へ送ったおよそ3万5千円が2倍になって戻ってきた。ありがとうございます。思わぬ形で手に入れた7万円。今私の仕事はない。ないです、今。今自分のお店のやってるから。お店、はい、何のお店ですか？カレーですね。これからですね。今からです。今から。そうです。
もともと働いていた飲食店を5月で辞めた夫、夢であった個人の店を持つことになった。1ヶ月後、オープンした2人のカレー店をちょっと覗き見。開店費用はおよそ700万円。2人で地道に貯めてきたお金で夢を叶えた。はい、お待たせいたしました。たらこないの方です。オープン初日から店には地元の人たちが訪れていた。そうです、持って帰る。お店と取引のあるこの男性、関係者なんで見てきてるんで分かるんですけども、バイタリティがすごいなってめちゃくちゃ重いっすわ。どうでした？オープン初日はどうだった？コストも大丈夫、幸せですねたくさんね、お客さん。そうですね、嬉しいですね。またあのこれからもどん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 来てくれたら、いっぱい頑張るようにやろうかなに思ってます。なるほどね。送金理由の多くは離れて暮らす家族のため。和食。和食、はい、日本の料理。大変けど、でもお金欲しいから。すごいですね、今でもなんかお勉強っていうか、ね、まあそれでも夢あるから、僕も夢あるからやってるやん。夢なかったらやできないやん、どんなことあってもな。勉強するため、ホテルの勉強するため、ここで勉強したら、あのネパールで帰ったら自分のホテルを作りたい。ホテル作る。ナマステよ、マミ。ナマステ。モノバヤバラ、チンタマンのワチャ。チンタマン、チンタ、寂しい。お疲れ様です。Thank you, ありがとうございます。ありがとうございます。はい。この日やってきたのは、ミャンマー人の男性。じゃあ金額お願いします。このお金は、まあ、何に使うお金ですか？あのミャンマーの今問題のある人のために、あの日用を買って送るためです。まあ、すごくじゃあ大変な。はい、とても大変です。今年2月にミャンマーで起きた軍事クーデター、抗議デモへの激しい弾圧などで市民の犠牲者は1000人を超え、国内はいまだに危険な状況が続いている。あの薬とかは、日常品は今は何もないから問題です。村の中では軍隊はあの車でいつもペトロをしてそのから怖いです。新聞配達で貯めた1万円が少しでも家族のためになればと送った。母国も大変だが、日本で送金する彼らにも多くの困難がある。難波支店店長のナレンドラは、送金に来る留学生や若者に対してボランティアで就職のサポートを行っている。私にもたまに言われたりとかする、あのいい神社あったら紹介してくださいねというところがあったりするから、私の方からできるアドバイスをしてサポートしていこうかなという感じですね。はい、大変ですか今就職？そうですね、今ちょっとコロナの影響で、なんであの結構赤字になってる会社が結構多くて、ちょっと就職できなくなってて。なるほど。じゃあ今何かアルバイトとかは？今はコンビニのアルバイトやっております。じゃあ今手があるのかい？あ、すみません。コロナ禍で苦境に立たされる外国人、その影響は送金額にも現れている。仕事を失っている人もいれば、あのアルバイトだったらね、あの時間件数が減らしているとかね、
自分の生活にも困難出ている人もいるので、まあ、件数も減っているし額も減ってますね。これから送りますか？はい、送りたいです。送りたいね、はい、いくら送りたいですか？50万です。10万です。50万です。50万です。ミャンマーの家族に向けた確認します。友達暮らしは、オリンゴの仕事です。3年前から技能実習生として貝塚市の生地を作る工場で働いている彼女。今日休み？休みじゃない、私はお蕎麦です。10時から朝6時までです。友達の早く終わった2時までです。決して楽な仕事ではないけれど、ミャンマーの平均月収は日本円でおよそ1万円にしかならないという。4日後、お金送ります。はい、またしても送金に来た彼女。いくら送りたいですか？55万です。55万円ですね、はい、もうちょっと待ってください。この店では1ヶ月間で80万円以上送金する場合はお金の使い道、出所などを記載した報告書を提出する必要がある。胸ドナリングしないように、それ書いてもらえますね。まあ各そんなお金どこからいますか？あ、友達から借ります。まあ自分で自分で貯めて、さ自分で貯金、さ自分で貯金書いてください。貯金来日して3年、前回と合わせた105万円は3年間工場で働いてコツコツ貯めたお金。確認します。ミャンマーにいる家族に初めて送るのだという。仕事は大変。お父さんはちょっと病気もあるから、はい、これもコロナ禍で日本での仕事も減る中、海外送金所にやってくる外国人たち、送っているのはお金だけではないのかもしれないわね。